Aloha nā kupuna, aloha nā kamli, e ho kai o la kumanao, e ho mau nā hoilina, au ala o ka mōke kai, e kona mōku, e kona mōku, e au ala o ka mōke kai, o te tama, i tāhuli au, Lohe akana loa. Aloha! そしてこんばんは。僕の名前はふむふむぬくぬくアプア。どうぞよろしく。ハワイの島へようこそ。ハワイの大切なサンゴ礁が僕らの家なんだよ。シュノーケルやダイビングをしながら1000種類以上の珍しい生き物を見ることができるんだよ。エアレーエナポエオイビアメナマレヒニオハワイネエホオロヘイナカヘアオナクポナアメナアオマクワクイカポノE malama nā kahakai, nō nā kamali, amau amau, mālama Hawaii. たちがハワイにいる間にお願いがあるんだ。僕らが住んでる海にはサンゴがとっても大切だ。サンゴがないと僕らは家も餌もなくなっちゃうんだ。サンゴはポリプという生き物の集まりなんだ。普通夜行性で夜になると長い手を伸ばして餌を取るんだ。昼間は綺麗な色の岩みたいに見えるんだね。サンゴはとても壊れやすいんだよ。ちょっと触ったり踏んだりするだけで傷つくし、そのまま死んでしまうこともあるんだよ。いって、お願い、僕らの家を守って。痛い痛い、踏まないでね。痛い、踏まないでよ。痛いよ。こんにちは。そばにいて内緒話してもいいかな。お願い、一緒にサンゴを守って。サンゴ礁に住む生き物はお互いが助け合って仲良く暮らしているわ。でも私たちをよく見たいからと餌をまく人間たちがいるの。それを食べるとお腹を壊したり、今まで食べてた餌が食べられなくなったりするの。だからどうか餌をまかないでね。そっと近寄ってくれれば私たちは逃げたりしないわ。僕たちは人工的なものと自分の餌の目焼けがつけへんのや。だからビニール袋やタバコの吸い殻を見ると新しい餌だと思って口に入れてしまうんや。そういうゴミのせいで海の生き物が毎年何千匹も死んでいるんや。浜辺に捨てたゴミがみんな海に流れてくるからや。海に住む哺乳類やウミガメたちは遠くから優しく眺めよう。人間はイルカやウミガメたちに近づいてはいけないって法律で決まってるんだよ。あんまり近づくと
僕らは怖がって逃げてしまうからね。どのくらい近寄っていいかは僕らに決めさせてね。協力してくれてありがとう。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 ハロー。海で会うの楽しみにしてるよ。会ったら楽しく遊ぼうね。Wake up all Hawaiians and visitors to Hawaii. Listen to the cries of our ancestors and spirit guides. Stand for justice. Take care of the oceans for the children forever. Take care of our beautiful Hawaii Nei. Popo o nakamali.